初代スター博ジョン・ダルリンプル初代ステア博爵、ジョン・ダルリンプルは名誉革命期のスコットランド貴族。放送家を多く輩出したダルリンプル家に生まれ、自身も法務長官や民事公訴院主席書記官を歴任した。スコットランド王国とイングランド王国を合動させた1706年の連合条約で重要な役割を果たす。後年は、 クレンコーの虐殺の首謀者として作動してその悪名を馳せた。初代ステア施爵ジェームズ・ダルリンプルとマーガレット・ロストの息子として生まれた。聖火・ダルリンプル家は貴族に上るほどの価格を有していなかったものの、父・ジェームズが司法官僚として成功したことを契機として急速に勃興した一族である。その父の助釈の背景には、イングランド王国とスコットランド王国の合同に、 向けて、政治力のある放送家を味方につける狙いがあった。よってその助釈以降は、一族からは弁護士や判事が数多く排出されており、ジョン自身もその道を歩むこととなる。父から死釈位を継承後は、初は第二代ステア死釈として、スコットランド王権イングランド王ジェームズ二世に仕えるが、百八十八年のスコットランド議会では、ウィリアム三世王として、 迎え入れる用事からを尽くす。1689年に、ウィリアム3世は、ダルリンプルの方向に応えるため、ジェームズ・ジョンストンと共に、スコットランド長官として、統治を委ねた。当時スコットランドでは、高知地方の豪族が、マクドナルド氏族、マクリーン氏族、キャメロン氏族などの主要氏族に率いられ、ウィリアム3世の新政権に抵抗していた。 ダルリンプルはハイランダーが基準を拒んだ時に乗じて彼らを殲滅し、スコットランド全土に平和と自由を強制しようと考えていた。1692年、ダルリンプルは指揮官にロカバー、ロキール、ケポック、グレンガリ、グレンコの諸地方を全滅する準備をするよう命じ、マクドナルド一門がかねて布告されていた基準の期限日より4日遅れて制約を出したことを口実に、 かの盗賊一味を絶滅戦がためという命令書を国王に提出し許可の署名を得た。続いて厳癖かつ迅速に行動すべしと実行にあたるハミルトン大祭命令を下す。そしてグレンコでマクドナルド一族30名が暴殺され逃げた者も山中で寒さと飢餓でほとんど消滅したという報告を聞いたときダルリンプルは残念なのは一人残さず 殺せなかったことだと言った。高知地方は平穏になり、再建事業はエディンバラにおいて進行することになる。1695年にスコットランド議会は、この虐殺事件の調査を要求し、報告が発表された時に、グレンコー虐殺は犯罪であると投票した。ダルリンプルは、スコットランド長官の職を解かれるが、1700年になって、 スコットランド数密院のメンバーとして復帰した。1703年には、アン・女王によって、ステア・ハクシャク、ダルリン・プルシャク及びニューリストン・グレン・ルース・ストランラー、京に上された。その後は親イングランド派として、イングランドとスコットランドの連合に協力して1707年に、死去、同盟の息子ジョンが爵位を継承した。グレンコの恐るべき虐殺は、ジャコバイト的感情を高ぶらせ、 政府に対する不信感を助長するのに一役買った。GK チェスタートンは、作中人物のブラウン神父に、ダルリンプルについてこう語らせている。この男は忘れられたばっかりにお命を免れているのです。クレンコの虐殺をやったのはこの男なのですよ。学識が深く、頭の鋭い法律家で、政治家の道について極めて大きな考えを持った、政治家でもあり、人柄はおとなしく、 顔つきだって洗練されたインテリのそれだった。こういう男こそ悪魔に、己を売り渡すのです。一方、推理小説作家のジョセフィンテイは、ダルリンプルが、熱烈な国民名役派、つまり、イングランドによる、スコットランド支配に抵抗する側にいた、と判断している。1668年頃に、エリザベス・ダンナスと結婚して、六何四条も受けた。小林テルを、 17世紀のスコットランドの宗教と政治、イングランドとの比較研究関東学院大学文学部人文学会関東学院大学文学部起用台119号2010年86ページ ABCD ヘラルディックメディアリミテッドステア、R.O.V. w w w c r a c r o f t s p e r a g e c o u k c r a c r o f t s ペーラゲザコンプリートガイドツーザブリティッシュペーラゲバロネタゲ2020年3月25日時点のオリジナルよりアーカイブ2021年3月8日閲覧コケイン1896 P222 から223。松園 P75。松園 P74。グリーン。P1133. トランター。P303。P305。GM トレベリアン。イングランド革命。ミスズ処九1978年。P180。コケイン 1896.P223. トランター。P309. トレベリアン。P206. チェスタートン。 P212 ジョセフィンテイジの娘早川ポケットミステリー1974年 P155 ダルリンプル本ウィリアムオブグレンミュアエアーヒストリーオブパーラメントオンライン2021年3月8日閲覧ありがとうございます